山本周五郎作避けぬ三座。これは、あらゆるものを避けない男の素晴らしい武者ぶりの話です。周五郎氏は、生前、どうしても家康を書きたいとおっしゃっていたそうですが、果たせませんでした。 この作品には、その修五郎氏の家康美意記が十分に現れています。それでは、どうぞ。おい、向こうから来るのは三座だろう。そうだ、三座だ。天気を聞いてみるから見ていろ。天正十七年十二月のある日。 駿河の国府中の城下町で、小具足をつけた三人の若者がひそひそ囁いていた。そこへ大手筋の方から一人の大きな男がやってきた。眉の太い、口の大きな、恐ろしく顎骨の張ったいかつい顔である。 目だけは、不釣り合いに小さく、おまけに、処女のような、柔和な光を帯びている。肩は、岩をたたんだようだし、手足の節々は、コブのような筋肉が盛り上がっている。くずふの着物に、同じタンコをつけているが、袖は、 肘に届かず、裾はようやく膝を隠すに過ぎないから。このたくましい肉体はまるでむき出し同然だった。こういうなり形といい、腰に帯びた死尺に余る体験といい、およそ人目を引く存在であるのに。 彼は、その上、痩せこけたちっぽけな犬を一匹連れていた。大げさに言えば、手のひらへ乗りそうである。毛色の黒い、鼻面の尖った。いかにも臆病そうに、絶えず、キョトキョとして、ちょっと大きな音でもすると、 ひとたまりもなく悲鳴を上げて飛び上がる。つまり、元元たる主人とは全く相反したやつで、なんとも奇妙な取り合わせであった。待っていた三人のうち、口ひげを立てた一人の若侍は、相手が近寄ってくるのを待ちかねて、 呼びかけた。いやあ、ンザではないか。いい天気だな。富士がよく晴れている。少し歩くと汗が出るぞ。なんといい天気ではないか。ンザと呼ばれた相手は答えなかった。黙って、まっすぐ前の方を見ていたが。 やがて、むっとしたような調子で、静かに言った。そこを通してくれ。拙者は、嫁をもらいに行くところだ。三人は、あっと言った。あっと言って目を見張っている三人のそばを。三座と呼ばれた男は、大股に、悠々たる足取りで通り過ぎた。 彼は、まっすぐに行く。同じ歩幅と、同じ歩調で、ゆっくり、ゆっくり歩いて行く。どう見たって、嫁をもらいに、という姿ではない。しかし、番長高辻へ差し掛かったとき、ちょっとした間違いが起こった。それは、 辻へ出た途端に、西からやってきた旅装の武士と、ばったり突き当たったのである。相手は、どこかの大臣らしく、槍を立て、友を四五人連れた立派な武士だったが、出会い頭に両方から突き当たると、その弾みで、かむっていた傘が、 つるりと前へこけた。ぶれもの。立派な武士はこけた傘を跳ね上げながら、真っ赤になって怒鳴り出した。気候はめくらか。頭方は左方通り曲がってきたのに、避けもせず真正面から突き当たるという方があるか。 めくらなら、つえをついて歩け。なんだと思うここは、天下の帯道だぞ。よほど感触持ちと見えて、昼間の松明がどうの、あひるのいざりがこうのと、早口でよくわからないことを、いろいろと並べながらわめきたてた。 こちらは黙っていた。今しがた天気を聞かれた時と同じように、前の方をまっすぐに見守ったまま、石像のように黙っていた。もっとも彼が黙っている代わりに、連れている犬が吠えた。盛んに吠えた。 立派な武士が叫び立てるのと一緒に、主人の後ろから鼻面を出し、キャンキャンワンワンと耳を刺すような声で吠え立てた。そばから見ると、まるでその武士と犬との喧嘩にさえ見える。ずいぶんしばらく、そんな状態が続いた。 けれども、ものには終わりというものがある。やがて、三座と呼ばれる男は、静かに振り返り、狂ったように吠え立てている犬に向かって、大活一斉。黙れ、貴様の出る場合ではない、と叱りつけた。後に、 人の伝えるところによると、その時の一括は、一朝時方の家々の都生時にビリビリ響き渡ったという。犬は黙った。立派な武士も黙った。それから、遠巻きに見ていた群衆も鳴りを潜めた。つまり、 一括で、あらゆる物音が止まり、町筋は、新刊となってしまった。ご無礼をつかまつった。三座と呼ばれる男は、やおら向き直り、静かに小腰をかがめながら、えしゃくした。ごめん。そして再び、 悠々たる足取りで、のっし、のっしと、武家屋敷の方へ歩み去った。すなわち、これ、国吉三左衛門常信である。徳川家一方の旗頭、榊原薇四季部大夫安政の家来で、避けぬ三座とも、 天気の三座とも呼ばれる名物男だった。相帽、体つきこそ眼限としているが、その目の色が乳和であるように、性質はおっとりとしておとなしく、立ち居振る舞いもどちらかというと鈍重である。避けぬ、 というのは、その重いところから来ているが、事実においても証明する点が多かった。彼は飛んでくる矢玉を避けない。道の上で人を避けない。雨も雪も避けない。というのは、 ま具を用いないことだ。酒も菓子も避けない。およそありとある場合に、こちらからそれはごめんをこむるという試しがないのだ。それも意地や我慢ではなくて、生徳、自然の気性がそうなのである。一例を挙げると、 彼は朝の起き出には必ず、ああ、いい天気だな、とつぶやく。晴天の日ばかりではない。雪が降り、風の荒れる日もある。リ雨の半月もびしょびしょと降りやまぬ時もある。それでも彼は、決して 飽きたという顔をしないのだ。いかにもうっとりしたような目つきで、空を見上げながらさも気持ちの良さそうな声でつぶやく。ああ、いい天気だな。それで天気の三座というもう一つのあだ名ができているのだ。 三左衛門はまだ戦場でこれという手柄を立てていない。もっとも五年前、ナノの真田攻めの折に、ちょっと合戦に加わっただけであるが、その戦いぶりは鈍重で、将来も大した期待はかけられぬという評判である。 しかし、主君、榊木原康政は、そう見てはいないらしい。あいつの中には、何かありそうだ。何かやりそうに思える。しばしば側近の者に、そう漏らしていた。どちらの鑑識が当たっているか。当の三左衛門は、のんびりと、 天気を喜び、悠々カンカンと日を送っていた。ところが、この十日余り、彼の様子が急に変わったのである。いい天気だ、と言わなくなった。動作は相変わらず鈍重だけれども、顔つきが どこか沈んで、行ってみれば、何か重い荷物でも背負った人のように見える。三座がどうかしたらしい。体でも悪いのではないか。まさか恋煩らいでもあるまいが。そんな噂が立ち始めたので、教師も口の軽い若侍が、 いい天気だなと呼びかけたわけなのである。何と答えるか。おそらく、さようと言うだろうと思っていたら、これから嫁をもらいに行くという意外な返事だったのである。では、まさかという噂の一部は、まさかではなかったのか。 国吉三左衛門が変わったのは、恋わいのためだったのか。まあいい。とにかく、彼の行くところへ、ついて行ってみよう。番長高辻から、武家町へ入った彼は、榊原家の年寄り、大橋野左衛門の家を訪れた。 矢左衛門は、槍組の侍大将で、三左衛門はその機械にある。案内を来うとすぐに通された。その頃の侍の家は、無論まだいた時期で、畳などというものは用いなかった。贅沢にして、しとねか怪我は、 大抵、耐震のものでも、我慢で編んだ縁座、あぐらの上に座る。夜になれば、瞳を下ろし、昇平を立てるが、日中は取り払って、寒風の吹き通るままであった。お願いがあって参上いたしました。改まって何だ 野左衛門は気厳そうに深く落ちくぼんだ目でじっと三左衛門を見つめた。駿府は暖かい土地で、この家の庭にある梅の老木は早くも枝の蕾を膨らましている。その枝の先を一羽の麻紐が 父と泣きながら飛び歩いていた。実は、妻をめとりたいと思いまして。三左衛門はズバリと言った。野左衛門は、うーんとうなった。何を隠そう、驚いたのである。当時の常識として、武士たる者が、 己の口から、己の縁談などを、うんぬんすべきではない。それは、ぶしつけな、不心得な、恥ずべきことだとしてあった。それはその、また、けれども。野左も門はごくっと、つばを飲んだ。どうしてさようなことをその。 そうせねばならぬ死ぎになりましたから。そういう死ぎとはどんな死ぎだ申し上げなければなりませんか彼は全く気真面目である。無理に申せとは言わぬが、ことを縁談とあるからは聞いておきたいものだ。三左衛門は、 うなだれて自分の膝を見た。それからすぐに目を上げ、ぐっと拳を握りながら言い出した。それでは申し上げますが、この度、髪型と小田原お手切れに及び、大納言家康様には五千法を遊ばすと承けたまわります。 これ待て、待て三座。野左衛門は驚いて静止した。太閤秀吉が北条氏討伐を決したのは、その年下月のことで、軍議のため家康は上洛し、先方の役を引き受けて、10日ほど前に駿府へ帰ってきた。 しかし、これらのことは無論、まだ極秘であって。いわゆる、堺井、木原、いい本田という、重だった親近の武将たちしか知っていないことである。さようなことを誰から聞いた恩大将、安政様より受けたまわりました。 なれども、わたくしの申し上げたいのは、そのことではございません。三左衛門は、ぐっと拳を握りながら、その御軍儀のおり、太閤様の御意には、小田原滅亡の上は、大納言様をもって、関東八州に、 おうじ申すと仰せられたそうにございます。されば、そのように受けたまわった。これを、何とお考えなさいますか野菜門は口をつぐんだ。今、ご両分の、寸、円光心の土地は、日本国の中部を抑え、 今日へも近く、工房ともに、絶好の位置でございます。まして三河は、松平のお家発祥の地、国土も、民も、お家とは切り離すことのできぬ、深い因縁に結ばれております。これに反して、関東八州は、荒エビスの国と言われ、 都より遠く、国土も民も荒れております。これを経営するのは、全く創業より始めると言わなければなりますまい。だが、だがそれは、まだそう決まったというわけではなく、また。いや、決まったことでございます。三左衛門は、拳で、 己の膝を打った。太閤秀吉殿は、徳川家康の誠の力を知っております。だから、箱根の彼方へ追いやらなければならぬのです。私には、その腹が見えるごとくでございます。野左衛門は密かに驚いていた。 そうだ。俺は気がつかなかったが、これは徳川家にとって一大事だ。徳川氏を関東へ移し、寸円山更信の地を己のばっかに収めれば、万一の時には東海道をはじめ薄い箱根の要害をもって安全に防げる。 つまり、太閤秀吉の天下は大盤石となるのだ。しかも、関東の地は中古以来交舞していて、ほとんど未開拓も同様であるから、この経営のために徳川氏は当分その勢力を継投しなくてはならぬだろう。大納言様は、 そこにお気づき遊ばされなかったのか。恩大将もいい殿もお気づきなかったのか。野左衛門はにわかに背筋が寒くなった。私は、と三左衛門は続けた。今日まで私は、 自分一代のご奉公と考えておりましたけれども、関東違法と相なれば、お家の天下は遠いことになります。とても、私一代のご奉公では、お家のご運には及びますまい。それで、最大のことを思い立ちました。 青いの御門の天下に翻える日を見るまでは、子にも孫にも神明のご奉公をさせたいと考えます。戦国の武士は常に神明をとしている。しかし彼は今主家の運命が新しい困難に当面し、己一代をもってしては、 徳川氏の天下がおぼつかないとみて、この代、孫の代まで奉公するため、あえて出陣の前に妻をめとろうと決心したのだ。よくわかった。野左衛門は深くうなずきながら言った。ご違法のことについては、 何も申すまい。だが、男子たる者は、いずれ再退をせねばならぬ。わしに仲立ちせよというなら、喜んで引き受けるが、誰ぞこれと思う相手があるかございます。この人こそと思い極めた娘があるのです。 顔も赤めずにズバズバと言った。終身と見えるが、野ザイ門の方でタジタジとなった。それは、どこの娘だお使い役、わしを八郎兵衛の妹語でございます。わしをの妹、野ザイ門はピクッ 眉をあげた。はあ、わしおの妹を妻にもらい受けたいと思います。もはやそう決めてしまったのでございます。ちょっと待て。まあ待て。野ざいモは慌てて押しとどめた。何かひどく驚いたらしい。 正気かというように、三左衛門の顔を見つめたり、相手が平然として動かないのを見て、低くうなったりしていたが、それでその、その相手の娘とは会ったことがあるのだないや、さようなことは一度もございません。ただ、八路兵衛は、 あっぱれもののふでございますから、彼の妹なれば、妻にして過ちなしと信じたのです。では、まるで相手を知らないのかさればでございます。そう聞いて、野ざい門は目を向き、うなった。こちらはそんなことにお構いなく、海中から 白紙に包んだものを取り出し、出陣も近いうちと存じますので、できるだけ早く終言をしたいとお伝えください。これは、有納能の形でございます。けれども、それはとにかくその、万事、こなた様にお任せ申しますから。 三左衛門は自分の言うことだけ言うと、呆れている野左衛門を後に、のしのしと帰っていった。実際のところ、三左衛門は嫁にもらう相手を知らなかった。顔を見たこともなし、自然、 話をしたこともない。鷲尾八郎兵衛が、榊原家中の孔明な勇士であり、それに年頃の妹があるということだけで、この縁組を思い立ったのだ。その他のことは何も知らない。申し込んだら、相手が、 承知するかどうかなどということも考えない。つまり、このあたりは全く、避けぬ三座の本領であった。これで、出陣の前に祝言ができる。そう信じて三座衛門は、家へ帰った。しかし、その翌朝、 まるで思いがけないことが出退して、彼の計画は一遍に破れ去った。思いがけぬこととは、出陣新発の命令である。本軍を発する先行きとして、榊原康政の軍の一部に、まず、三島の馬山で停戦せよ。 という命令が下ったのだ。密命でもあり、急を要した。間に合わなかった。三左衛門は目をつむって探足した。先行き隊はすぐに準備を終え、その夜のうちに東へ向かった。真田攻め以来、 五年ぶりの戦争である。みんな血を沸かしていた。誰も彼も来たるべき合戦と己の巧妙手柄に対する空想で胸を膨らせていた。箱根の一番乗りは俺だ。何くそ俺だ。俺は小田原の本城の一番乗りだ。 それは俺のものだ。まあ見ている。彼らは互いにそう言って生きいたった。夜明け近く、えじりの馬屋へ差し掛かった時である。後ろから馬を飛ばしてきたものがあった。国吉はいないか国吉はどこだそう呼びながら、 乗りつけてきた馬を大列に沿って進めるうち、ようやく聞きつけた三左衛門が出てきた。国吉三左衛門はここにおる。おう、国吉か。馬から飛び降りたのは、わしを八路兵であった。ひどく飛ばせてきたと見えて、ごぐそくの下に来た。 鎧ひたたれは、ぐっしょり汗に浸っていた。妹を嫁に欲しいという話を、大橋殿から確かに聞いた。結納ももらった。喜んで気候に差し上げる。だが、もはや出陣の上は、何を言う、出陣にあたって、縁談のまとまるのは、 二重の喜びではないか。妹小萩は貴公の妻だ。忘れるな。八郎兵衛は怒鳴るように言った。それにしてもわしを、このことは。言うな。大橋殿からすべては聞いた。俺は、ただ承諾を告げさえすればよい。あっぱれ。 ブーンを祈るぞ。わしを待ってくれ。呼び止めようとしたが、八路兵はそのまま馬に飛び乗り。忘れるな。小はぎが待っているぞ。そう言いざま、鞭をあげて駿府の方へ駆け去ってしまった。これだけの会話は、無論、 周りにいるものの耳にはっきりと聞こえた。同時に聞いた人々の顔にはありありと驚きの色が浮かんだ。そして次から次へと何事か囁き交わすのだった。ええ、本当かそれは。まさか、まさかあの娘が。 あの、駿府のかぐや姫がか。そんな声があっちにもこっちにも起こった。しかし、三左衛門の耳には何も聞こえない。彼は黙々と歩いている。彼の頭の中には、不層伝来の三河と、 工房たる関東の原野の幻が明滅している。今、天下の上に、ますます不動の地方を占める秀吉と、関東の隅へ追われる主君家康の困難な将来とが、明暗表裏の画像となって揺れていた。 こうして、国吉三左衛門は、全く無口な、動く木造のような存在となったのである。さて、小田原政党がまさしく始まったのは、天正十八年二月一日のことであった。先方たる徳川家康は、 二月二日に出馬。堺、酒木原、本田、平井は、鳥居、大久保。これら帰化、精鋭の軍を第一戦に、ひしひしと箱根の敵類へ押し寄せたのである。しかし、ここで詳しく歴史を記すいと間はない。 俗に小田原表情というくらいで、この時は敵も味方も色々作雑した理由のため、合戦までにかなり多くの日を費やした。そしてようやく3月29日早朝、敵の前衛たる山中城、 にらやま城への攻撃をもって、いよいよ北条氏討伐の火蓋は切って落とされたのである。山中城には大将松田安長以下四千四人の軍票が立てこもっている。寄せては中納言秀家を総大将として、 三万余。二十九日の未明を期して、合戦を挑んだ。これには、徳川軍の一部も加わり、中には、戸田左門、青山虎之助などは、抜きんでた働きをしているが、我が国吉三左門も、その一人だったのである。 三左衛門は大股に進んでいった。矢玉は雨のごとく飛来する。昇園と土ぼこりのはためきなびく最前線だった。彼の岩尾のような体はいつも駿府の町を歩くのと同じ歩調で、ただまっすぐに、 悠々、カンカンといった様子で、まっすぐに矢玉の中を進んでゆく。大橋矢左衛門がこれを見つけた。危ないと思って、我知らず後を追った。三座、さんざ危ないぞ。頭が高すぎるぞ。身を伏せろ。伏せてゆけ。 叫びながら追いついた。この激しい矢玉が見えないのか身を捨てるにも法があるぞ。避けてゆけ。すると三左衛門が振り返って叫び返した。みんながそう避けてばかりいては、戦になりません。山中城はその日の 馬の国までに陥落した。そしてその夜、陣中で野菜門はこのことを榊原康政に話した。康政は手を打って笑った。そうか、そう申うしたか。みんなが避けてばかりいては、戦に乗らぬ。面白いな。 何でもない言葉のように聞こえるが、なかなか深い味を持っている。けれども、と、安政はその後で言った。三座目は、この合戦で死ぬつもりかもしれぬ。よく目をつけて、犬地にさせるの。そうおぼしめしまするか。その方から聞いた、 関東御違法についての彼の意見。あれを考えるとそう思える。よくよく目をつけて乱暴な真似をさせるな。万一のことがあると、駿府に待っている者に嘆きを見せる。安政の顔には不思議な笑いが浮かんでいた。 徳川の軍は続いて前進し、山中城の炎上する煙を見ながら、双子山、駒ヶ岳の間を突破して、高野市城へと迫った。この戦法を乗り撃ったのは、榊原安政の兵である。山道は険しい上に、敵の作った掘り切り、 豪などが至るところにあった。それで、かねて甲府から召集してあった黒くわの者たちに道を作らせつつ前進した。三左衛門は常に先頭を押していた。二剣塚の大槍を手に、黙々として前へ、前へと歩いていた。 母春の空は鮮やかな緑に晴れ上がって、箱根岳の細かな葉には微風が渡っていた。わあ、わあという時の声と、陣金やほらの音が山々にこだまして、遠く近く聞こえてくる。やがて、 味方の渋滞が3回した。敵城からは早くも銃声が起こり、矢様から荘園が巻き立った。絹地に白く五の字を抜いた市販の旗を刺した使い板が、伝令のために馬を飛ばして行きつきつした。先押しはさらに前進し、 右翼はずっと城の西南を圧する体系を整えた。そして、味方の重体が一斉に火蓋を切った。その時である。突撃にかかる前、敵味方の銃撃の最も盛んな時、先押しのやりたいの中から、 国吉三左衛門の大きな体がぬっと前へ進み出ていった。ああ、国吉、危ないぞ。無理をするな、国吉、戻れ。後ろからみんなが叫んだ。三左衛門は戻らなかった。大槍を手にして、まっすぐに敵の城門をねめつけながら、ゆっくりと、 大股に、ずんずん進んでいった。玉は、彼をめがけて集中した。しかし彼は、身をかがめようともしない。目も動かさない。ただ、まっすぐに、ずんずん進んだ。そして、縄文まで、二三十軒の近さへ来ると、槍を、 大地に突き立てて止まり、城の大将に物申す、と大音を上げて叫んだ。それは敵味方の銃声を圧倒するほどの響きを持っていた。城の大将に物申す。山中城すでに落ち、首相松田安長殿はじめ、 池田民部、シーズ、なめがた、栗木、山岡、各武将それぞれ内死にをされた。ニラ山城もまた乗り崩され、箱根山中には小田原軍の影もとどめぬ。哀れ、高野巣城の諸行も及ばぬ腕立てをせんよりは、早く城門を開いて、 降参せられよ。りんりんと四方にとく声だった。さらば、国吉三左衛門、ここを踏み破って剣山申すぞ。大槍を空へ高く突き上げながら、そう叫んで前へ出た、その刹那である。白肩からいかけた矢が、 三左衛門の体へふつふつと突き立った。彼の大きな体はわずかによろめき、かぶとを跳ねている頭がぐらりと前へ傾いた。あ、やられた。早くもこの様子を見て撮った榊原康政は、三座を打たすな。国吉を打たすな。 とわめきながら、自ら馬を飼って陣を飛び出す。同時に貴餓の軍勢もわっと時を作りながら、怒涛のごとく押し出した。三左衛門は胸と胴に矢を四筋受けた。しかし彼はぐっと槍を掴み、 縄文をねめつけたまま、さらに悠々と、大股に前進した。それは、人間の姿ではなかった。人間力をはるかに超絶して、悪鬼とも、羅刹とも言うべき姿だった。これを見た城兵たちは、恐怖に打たれ、目に見えぬ動揺が起こった。 その時、大将安政を先頭に、榊原勢が殺到してきたのである。城兵の動揺は、そのまま大きく敗走へ向かった。突っめ、敵は崩れたぞ。踏み破ってゆけ、敵を逃がすな。おめき叫びながら、味方の兵は、早くも城門へ、 城壁へ取りついた。この間に、安政は、馬を三左衛門のそばへ乗り付け、なおも進んで行こうとする彼を、しかと押さえつけた。三座、もうよい。城は落ちる。戻れ。お話ください。彼は振り切って行こうとした。しかし、 もう力が尽きていた。彼の大きな体はぐらっと傾き、そのまま安政の腕へ倒れかかった。源七郎、参れ。安政は身近なものを呼んだ。三座を世の馬へ乗せて陣まで運んで行け。世は 白のりを見て戻る。傷の手当てをよくしてやれ。そう言って安政は前進していった。三左衛門は陣へ運び戻された。傷は深手だったが命だけは取り留めた。突き立った矢を抜き取る痛さはどんな傷の痛みよりも 耐え難いものだと言う。けれども、三左衛門は眉をしかめもしなかった。それだけではなく、医者が二本目を抜こうとしたとき、うまくやれよ。血がもったいないから。と言って、にやりとした。しかし、手当が終わると間もなく、彼は、 意識を失ってしまった。鷹野巣城はひとたまりもなく落城した。三左衛門の不敵な仕方と彼をたすまいとして教習を観光したことが図らずも功を奏したのである。ほとんど無欠に等しい価値であった。 どうだ傷は痛むかあくる朝早く、見舞いに来た安政は、三左衛門の枕近くへ寄って呼びかけた。いや、そのまま寝ておれ。命をうけたと聞いて安どしたぞ。片付けなき仰せでございます。三座はただ。あっぱれ。 避けぬ散々の名を見せたな。すさまじい無茶ぶりであったぞ。けれども散々。安政は静かに身を乗り出した。その方は少し考え違いをしておる。避けていては戦にならぬという覚悟は良い。誠に戦う者の意気だ。 なれども、死に急ぎは、勇士のすべきことではない。その方は、小田原滅亡の上、大納言様が関東へご違法に相なると聞いて、徳川のご運が遠くなったと考えたそうな。いかにも、仰せの通りでございます。違う。それは、 大きな思い違いだ。安政は力を込めていった。なるほど。その方のもうストーリー。寸円三の地は都に近い。日本国の中央を抑えている。松平家発祥の由緒深い土地だ。けれども三座。これらの土地は、 もう古いぞ。古いと仰せられますのは。古い。いかにも古い。昨日まではチューブの抑えであった。だが、いつまでも不動の抑えではない。時代は移りつつある。古いものは絶えず、 新しいものに移る。関東は都から遠いが、見ろ、豊穣な山野が無限に広がっている。箱根、薄いを境にした彼方は、アライビスの国と言われ、土地も人も世の流れに染まっていない。徳川家の力を持って、これを開拓し、 正しくこれを経営をした暁には、日本国を二つに分かつ、半分の大勢力となるだろう。しかも、その民たちは新しく、国土は若い力に満ちているのだ。わかるか、三座。大納言様の御マは大きい。 その計りとは深い。太古殿は箱根の東へ追うことによって、徳川の勢力をそぐつもりであろうが、その箱根を守りとして、葵の花は関八州に根を下ろすのだ。新しい国土、新しい民たち、 その上に、葵の花を、乱漫と咲かせるのだ。これが、その方にはわからぬか、散々。散々衛門の顔が、いつか、柔らかくほぐれていた。長い間、重い荷物を背負った人のようだった眉月が、雨去る空のように、 少しずつ明るくなって、その口元に微笑さえ見え始めた。お願いがございます。やがて三左衛門が言った。なんだとに、わがままなお願いですが、小田原城を見とうございます。小田原を見たい。そうか。 安政は三左衛門の心を刺した。よし、見せてやろう。誰ぞ参れ。三座を山へ運ぶのだ。盾の用意をしろ。軍票八人が盾の上に三左衛門を横たえて二子山を登っていった。今日も よく晴れ上がった空には雲一つない。相模灘も青い畳を敷いたようにないでいる。盾は山の中腹で止まった。三左衛門は片手を間びさしにして東を見た。はるかに相模のは霞む果てまで一望である。 小田原城はしこのちにあった。彼はじっと目を凝らして、その城郭の姿を見ていたが、やがてゆらりと空を振りあおいだ。そしてうっとりとした声で晴れやかにこう言った。ああ、いい天気だな。 その声でみんな空を見た。耐えて久しい三座のいい天気である。空を振り仰いでこういうことに気づいた兵たちは思わず顔を見合わせて笑った。そしてその中の一人が脇の者にこう囁くのが聞こえた。 わしおの小はぎ殿を見たら、もっといい天気だろうぜ。何しろ、あの人が駿府のかぐや姫と言われる歌人だとは、彼はまだ知らずにいるのだから。